どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、新イベントにて登場したブラックボンバーさん使っていきたいと思います。ブラックボンバーさんね、ちょっとこのイベントに関してはいろいろ言いたいことがあったんですけども、1個前の動画で本当僕がキレ散らかしている動画があるんで、よかったらねそっちを見ていただいてから、ご視聴いただければ別に見なくてもいいけどと思います。で、まあ、今回のメインギミックというか主役というかね、ブラックボンバーね、ブラックボンバー、まあ、過去にはね、ダークダイブボンバーっていうちょっと今回はエラッタされて帰ってきたんだっけ、そういうまあモンスターと一緒にこう使われてたりとかした記憶が多分皆さんもあるんじゃないかなと思うんですけども、すごく効果がシンプルでものすごく強い。シンプルイズベスト。このカードが召喚に成功した時、自分の墓地から機械属闇属性レベル4のモンスターを選択して守備表示で特殊召喚して、特殊召喚したモンスターの効果が無効化されます。だからこいつ自身がチューナーなので、まあ蘇生できるチューナー弱いわけないですよね。ジャンクシンクロみたいな感じで弱いわけないで、7シンクロが要はできるわけですよ。まあ、レベル上昇とかあればもっといろんな幅できるんだけど、単純にレベル7のシンクロができるっていうことは、レベル7シンクロができると強いやつが多くて、例えばまあデストロイ侍ね、とかもサイフレームロードゼータ、それからブラックロードドラゴン、この辺の汎用レベル7って結構強いんですよ。でこれがやっぱできるって強いよね。やっぱり。で、もちろんレベル4、闇属性機械属って指定されてるんで、デッキは選びますけど、例えばデスペラードデッキってデコイチとかツインバレルドラゴンとか、あと、ボムスパイダーとか、あれ全部レベル4機械属闇属性なんですよ。だあの辺のモンスターを蘇生できるってことは、デスペラードデッキにシンクロの、まあ、選択肢が生まれると、これ素晴らしいですね。戦略としてこう、まあ、勝ち筋が増えるっていう意味合いが込められてるんで結構強い。でこいつ自身も闇属性機械属なので、まあ、破壊されればデスペラードは出てくるとっていうだからね。でまあ、いろいろあるんですけど、組み方は今回のデッキはキングヘイローっていうね、天才が、考え出したオルフェゴールデスペラドっていう、まあ、デッキがあるんですけど、まあ、そこに、ブラックボンバー、これ本人にも許可取ってあるんで、本人も別にいいっすよみたいなこと 言ってくれたんで、使ってるんですけど、このデッキにブラックボンバーをぶち込むとどうなるかっていうデッキですね。これね、オルフェゴールが闇属性レベル4機械属なんですよ。だからこのオルフェゴールディベルをブラックボンバーで蘇生するってこともできるし、墓地肥やしで援軍も入ってるんで、まあ、ライトロドルミナスとアサシンで普通にエヴァリー出しに行ったりとかもできるし、やっぱ単純にやっぱり墓地肥やしができないとちょっと動きにくいんだね、このデッキは。だからまあ援軍とあとオルフェゴールプライムっていう、これオルフェゴールモンスターを手札かフィールドから、墓地送って、2ドローできるよっていう。だから何がしたいかっていうと、ディベルを墓地送って引いてボンバーをで、ボンバー召喚して、蘇生してで、シンクロしに行きたいっていう、そういうことなんですよね。墓地を肥やすギミックはある程度ないと、まあ、デッキ回んないんでね、このデッキ。なので、まあ、そういう、ギミックとなってます。で、一番やっぱ強いのはこれね、展開札として、一族の結集。これはね、三積み安定だね。手札か、墓地から、同じ種族のモンスターを特殊召喚できるよっていうことなんで、同盟じゃないやつね。例えばじゃあ、フィールドにデスペラードじゃなくて、デストロイがいる場合、一族すると墓地からデスペ蘇生できるとか、あと、相手のフィールドに魔法使いいれば、ルミナスとかを墓地から蘇生したりもできるし、結構小回りが効く使い方できるんで、まあ、これはやっぱり3積みかな。で、デスペから持ってこれるように、テンパランス防御打で1枚積んでるっていう。まあ、バック除去ないんで、なんかガンクできたらもう魂でブラロスしかないわ。そういう感じっす。早速ですね、ボンバー、ブラックボンバーの力をね、お見せしていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方。イザヨアキ選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。これはこうしてで、こうして間違えた、こうだ。オッケー。まあ、ちょっと若干弱いけどまあいいや。ディベルがね闇属性で、まあ、そこそこ打点だけし、あー芝刈っていく、芝刈られていく。まあ、ちょっとだけデッキ多いんで僕そんなに多くは、なんか結構でも強いな、結構強い。落ち方は、あ、でもそうでもねえか、別に態度落ちねえし。影物 OK、 影物 OK、 リリース OK で、妖刀かなんだ、いいぞ。損が許してやろう、許してやろう、いいだろう、いいだろう、損が許してやろう。お、半終了、もう弱いな、ハンド弱いか、これ
援軍がさ、魔法の使い手じゃねえのにさ、あの初動これ、まあでも3枚入ってんだろうな多分芝刈り。マジでさ、脳死で芝刈り3積みするのやめろ24日ぐらいからだっけ使えなくなるの。ちょ早くしてくんねえかな、リミット押せんだよ毎回毎回リミット適用されんのよ。 デスペラードリボルバードローンの効果発動、テンパランスを手札に加えていくぜ。よし、でこれで防御札万全。こうかな。で、アサシンで効果発動する意味はあると思う。アサシン効果発動して、で、墓地送って、ブラックボンバーいっちゃった。とりあえずスクラップ出しに行って、ですね、こうするんですか。で、スクラップ出して、スクラップ出していく。で、墓地から、墓地から蘇生か。墓地から蘇生して、そいつ破壊して、デスペラ出して、で、ぶん殴っていけばいいか。オルフェゴール、ディベルの効果発動。墓地から除外し、デッキより、オルフェゴールモンスター対を特殊召喚。そして、スクラップドラゴンの効果発動。自分フィールドのカードを1枚と、相手のフィールドのカードを1枚選択し、そのカードを、無慈悲に、爆破していく。バコーン。そして、爆破されて効果、デスペラードが、特殊召喚されていく。スキル発動していく。カイトロイドだけちょっとめっちゃめんどくさいんだけど、バトルしていいですか。カイトだけマジでやめて。カイトロイドとかいうクソやべえカード入ってたらちょっとめんどくさい、計算くるから。カイトロ、あったかも、墓地あった。こっちは通っていく、通っていく。結集でゴリ押していく。イージーウィンしていく。はっでゃー、ボンバー関係ねえじゃねえかボンバー関係ないんだわ。これがオルフェゴールデスペラードなんで仕方ない。さあ、お相手の方、パンドゥーラさん。パンドゥーラさんか。パンドゥーラさんちょっとデッキわかんねえけど、30枚なんだこれ。ブラックボンバー召喚、ブラックボンバーの効果発動、オルフェゴールディベルを特殊召喚。そしてレベル4のオルフェゴールディベルにレベル3ブラックボンバー、ボンバー中澤をチューニング。これはサイフレームでいいんじゃないですかね。先行なんで。なんだっけ、大気を揺るがす、どうちゃらこうちゃら、シークロ召喚、サイフレームロード、ゼータ。そして、オルフェゴール、ディベルの効果発動。ディベルは、墓地から除外することによって、デッキより、オルフェゴールモンスター対応特殊召喚できる。ターン終了するぜ。やっぱ今まではこのできなかった、この、デスペラード横シンクロモンスターっていうのがね、結構やっぱそのオルフェゴールデスペラードではできるようになるんで結構いいですよね。ギャラクシーサイクロン、ギャラクシーサイクロンか。ギャラクシーサイクロン、これスルーでいいんじゃないかな。ギャラクシーならスルーじゃない、小銭じゃねえし。で、一度の結集の効果はそう、破壊されたら同じやつをデッキからセット、で次の単位をまた使えるよっていうね、そういう効果でございます。まあ、どっちにしても、あのスケルトンが破壊されたら、デスペラードで出てくるんで、っていうことだから。まあ、別にそんな焦んなくてもいいかなっていう気はするんだが、一体何デッキかわかんない。何デッキだよ、これ。何デッキかわかんねえの、やめろって。ブラックボンバー来た。ブリューナが欲しいね。ブリューナが欲しい。ブリューナクとか入れるこれ。ブリューナクとか入れる、こうして、スキル発動して殴り行って、で、これなんだ、これなんこれ、何モンスターですかこれ。あ、ライトロードか。なるほど。雷光は、墓地にライトロードないから意味ない。で、スケルトンでダイレクトぶちかましてく。なんもない、甘え。なんもないの甘え。なんもないの甘え。ひたすらにさ、一族の結集強すぎんかこれ。一族の結集強すぎ、わかった。対戦、ありがとうございました。ほんと、こういうイージービーめっちゃ多いんだよ。ほんとに。結集マジ最強。プレミアム持ってる俺ももっと最強。さあ、お相手の方、お、幼女出ました、幼女来ました、幼女、幼女、幼女育成系ですからね。デュエルリンクスは、デュエルリンクスは幼女育成系と言われます。あ、これはいいですね。これは落ち方はそこそこいいですよ。ブラボン、ブラボンもルミナスもいけんのか。これは強いな。どうしよう、どっち行くかだが、さすがにエバリーだよな。さすがにエバリー。ブラボン行くか。ブラボン、ブラボンって、なんか呼んでいいのかちょっとわかんないんだけど、
これなんて呼ぶの、ブラックボンバーってなんて呼ぶ、みんななんて呼ぼう、ボンバー中澤って俺は呼びたいんだけど、どう思う。妖艶なるハジャの光、今交錯し運命の扉は開かれる、導け決して抗える絶望の未来へ、抱きしんきれ降臨せよ、フォーチュネティエヴァリー。そして墓地のオルフェゴールスケルトンの効果発動。オルフェゴールスケルトンは自身をゲームが始まりし、墓地のオルフェゴールモンスター一体を特殊召喚できる。現れよオルフェゴールディベル、ターン終了。制限カードですかね、ディベルさん、オルフェゴールディベルさん、これが三積みできる神ゲーがあるらしいんですよ。え、それなんて神ゲー、デュエルリンクスって言うんですけどね、神ゲー。あとなんかデビルフランケンっていうカード、あれ制限カードらしいんですけど、あれ三積みできるあの神ゲーもあるらしいですよ。え、それなんて神ゲー、デュエルリンクスって言うんですけどね、うわ神ゲー。はい、宣伝終わりです。いやほんとね、あのどうなるかわからん、もう OCG はほんとどうなるかわからん。新ルールが適用されて結構ルール結構いろいろ変わるし、あの結構やばいのは、あの言われてるのは新ルールで、あのアマテラスとか、まあ、これちょっと弱いやな、この相手のハンド、なんかアマテラスとかがめぐる、あいきなりやっちゃう、それやっちゃう感じ。なるほど、ミヤズカサで、あーなるほど、はいはい、でそれ破壊しなかったら戻ってくるよ。でもあーでも戻ってくるけど、まあ、とりあえず出すか、戻ってくるけどあれか、ミヤズカサが除外したら俺も破壊されるのか、ちょめんどくせえな。でバトルフェーズ終了時デスペラードリボルバードロゴンの効果としっかりと表を出していく。これ結構裏3枚出んだよな結構裏3枚出んだよ。でエヴァリー効果で除外して、ほんでエヴァリー特殊召喚してで巡っていくってことは、これエヴァリー効果使うと死ぬから、エヴァリー効果使うと死ぬ、いい家じゃねこれ。だからでこれ攻撃表示にして、であでも別に除外してもよかったか、除外してもよかったな。そしたらあれだったな、あのボンバーできたな、ミスったわボンバー。まあいいか、オルフェゴールディベル召喚してでスキル発動して、まあ、3体残したから強い多分。でバトル、はい、ボールあるんでしょうね幼女。お幼女大丈夫か、幼女ボールあんの、ボールないんか、それは甘えでは。デュエルスタンバイってなんだよ、このご時世にデュエルスタンバイって何デッキだよこれ、わかんねえよ、わかんねえ、なんだこのデッキ、あ弱え、しかも落ち方が、落ち方が弱え。これさあ終了、あい、あ弱え、あ絶望的に弱え、どうしよう、やばい。なんでライトロードアサシンが機械族じゃないんだ、アサシンがなぜ機械族じゃないんだ。いやガンクス、何これ、何これ、どういうデッキ、何のチェーンもない、怖い、何のチェーンもない、なんだこれ、なんで何のチェーンもないんだ、怖いよ怖いよ、ブラロしたいよ、なんでだ、くっそ、チキショー、なんか落ち方弱いな、投げるか、何デッキだこれ、何デッキだよ、弱いな。バトル、バトルで、これ殴って、あーウォーマー、そういう感じ、あそういう感じ、あーそういう感じ、あれなんかチェーンが出てきたぞ、なんだこれは、なんだリミットリバース、あそういう感じ、あそういう、あそういうやつか、あそういうあそういう感じ、そうなっちゃいます、そうなっちゃう感じ。え、これアサシンの効果も発動するよねこれ、多分エンドフェイズで、え、うっそあ、おっ、あれデッキが上がった、デッキが上がったな、なんでだろう、なんでだ、なんでだろう、なんで、なんでだろうあ、なんでだ、ドローしたくないな、ドローしたくないな、ドローしたくないな。